ラジオネームヒューさんからいただきました。いつもありがとうございます。昭和の公衆電話で思い出すのは、あ、この方昭和39年生まれですね。コンサートチケットの予約です。大抵は日曜日の朝10時からチケットの争奪戦が始まるんですが、まあ電話はつながらない。都市伝説なのかどうか、公共性の高い役所とか病院の近くの公衆電話からはつながりやすいというものがありまして、わざわざチケットの予約電話をかけるために県庁近くの電話ボックスに行ったものでした。そういう話はあった。やっぱ都市伝説みたいな感じの、まあ田舎でも都市伝説って言うんですよね。あれちょっとよく分かんないですよね。だからそのなんかそのいやだってちょっとその田舎伝説って言ったら分かんないでしょ意味が田舎伝説ゼブラ親父さんです、光市の方ですね。昭和48年生まれの49歳。昭和の公衆電話、40年くらい前の昭和50年代半ばだったと思いますが、まあ至る所に電話ボックスは設置されてましたよねって、まあ言いますね、少なくなりましたから。で、昭和21年生まれの父親が、昔は公衆電話っていうのは、あの電話ボックスっていうのは下が見えんけえのもと、開けて酔っ払いが突然寝ちょったり具合悪くなって倒れてはもんがおっても気づいてもらえんかったけえのとよく言っていました。うん、まあまあ全部ね、半分上半身しか見えないってこと。上半身しか見えないという表現が大切適切かどうかだけど、まあ窓だよね、だから、うんうん、だからガラス張りじゃないということですね。ガラス全部スケルトンじゃないわけです、うん、全部、うんうんうん、でそんな話を聞いてたので、小学生時代の自分は電話ボックスに入ること、電話ボックスを使うことをとても怖く感じてました。開けたら出てくるんじゃないかとか、閉じ込められるやつですね。閉じ込め、あ、そうね、そうか、閉じ込めら、いじめられるんだな。そういうね、うん、のもありますもんね、うん。山口市のぶどう屋のおっさん、昭和33年生まれの方でございます。学生の頃通っていた喫茶店にピンクの公衆電話がありました。他県から来ている常連の学生はこの電話で遠方の家族に連絡をしていました。男子学生は手短に話して終わりですが、女性は結構長話、遠距離で長電話している時には10円玉がたまって入らなくなるというトラブルがあり、で慌ててお店の店主が電話機を揺すって通話を続けることもありました。ほう、あのね、俺ね、まあ、バイトしてたから公衆電話があったんだけど、そのそういう経験はないけど、まあ、時々開けたことあります。こまめにその、うん、あ、だいぶで使ったなって思ったらポケットがあるんでね、でそこに鍵があって、はい、でまあお金が入ってんで、それを時々移してて、ちょ困るのはね、うん、コーヒー飲まずにね、ちょ電話かけてくださいっていう人もたまにたまにか割といたよな、なんか、うん、いや地域貢献ですよ、地域貢献ですよ、全然いいですけど、うん、でもなんか頼んでくれよと、なんだできたらなんか頼んでくれよ、だから、うん、やっぱりそのタバコ店だって、うん、なんだってその電話をかけに来たついでに買ってもらえるというその心理的なもの、うん、だからまあそうだよね、うん、だからで電話ね、公衆電話ね、若いやつ使ったことないんでしょうね今。いやもうないですよ、ね、だから、うん、あの子供たちの世代とか聞いても、学校、うん、小学校でその公衆電話のかけ方っていうそういう講習会があるって、挨拶の仕方はわしが教えに行ったのかそれで、だからね、今はねどの順番でかけるかもしれないんですって。どの順番って、だからテレフォンカード入れるタイプ、それは一番最初は相本くんからかけるんですよ。訳分かんない。いや、そう、確かにそうです。50音です。はい。野良キャットさんからいただきました E メールです。昭和の公衆電話。透明なボックスの中に赤い電話機、棚には分厚いボロボロの電話帳。あ、電話帳はつきものですね。時折10円玉がそこに置き忘れられるとね、3分10円、よその家で電話を借りたら10円を払っていた記憶があります。ダイヤル式は0と9を回すと帰ってくるのに時間がかかると、平成生まれの娘に聞くと指入れて無理やりグググググって戻したらダメなんて言ってました。あれダメなんですかね。ダメってことはないけど、そんなせっかちな感じだな、まちまあなんたが、それは親の育て方が悪いんじゃないか、ちょっとそのそこまで行く。いやでも、うん、そういうものなの。確かに、うんうん、Q がね、うん、戻ってくるのは時間かかる。時間がかかる言うてもさ、出前じゃないんだから、そのなんかそのそのまま指入れたまま離さず、その指をこう戻したくなるよね。いやない。い
よくない。あの一説にですよ、これまあ都市伝説なのかもしれないですけど、百当番ってするときに当番の最後ゼロっていうのは、そのゼロが戻る間に落ち着きましょうっていう意味があるんですよって聞いたことあるんですよ。まずは落ち着けっていう感じですか。そう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 。だから119番の9も長いでしょ。まあそう、緊急の電話番号でもね、そう、うん、っていうのがあるんですよっていうのをなんかで聞いたことある。今だってほら赤いボタン、まあ、そうそうそう、絶対押しちゃいけんけど、うん、そのね、いざという時以外は押しちゃいけんけど、うんうん、押したことないのね。あのね、ちょっと待って、あの僕は中学校の消火システムのボタンも押したことないですよ。そうなの、ええ、珍しいね。珍しくないよ、それ普通ですよ。僕第4中学校の生徒会長ですから。生徒会長でどういう革命を起こしたんですか。革命、あのおかずを増やせとかそういうことですか。靴下 の, あのマークをあのワンポイントで許してくれとか、校則を変えようとか。俺は法律を学んでるんだと言わなかったんですか。学んでないし。その後あ、その後で学んでも薄い今でも東京に初めて行った時にでその電話ボックスである、はい、あの電話帳の多さに驚いたね。多さと厚さ、厚さぶら下がってんだ、ね、それね、はい、うん、こっちとかも普通にピラーっとしたやつだからね。そのなんかその冊子、そう、ね、確かにそうですね。だってほら、本郷猛が、はいはい、あのどれだけそのね改造人間強いかっていうので、うん、あの電話帳ほらあの握力でこう、うん、破れるっていう、あれよくやってたよね。なんかテレビジョッキとかでもなんかあの怪力、うん、あのモンスターマンみたいなやつ、分厚いなんか、ま、漫画本3冊ぐらいが送られたらやるとかっていう、それが一体どうしたんだって。だからでもやっぱあれはこうねえ、こっちの薄いやつじゃ意味ないよね。なんとも思わないじゃないですか。折り鶴蘭さん、はい、今週もいただきました。昭和の時代は公衆電話を使うことが多かったせいか、番組や企業のプレゼントでテレフォンカードを何枚かもらいました。番組名とか企業名が入ったテレフォンカードは使わずに大事に取っていましたが、何年か前にテレフォンカードが使えなくなるかもという噂を聞きまして、一気に安い値段で手放してしまいました。あ、売ったんだ、うん、でも公衆電話は少なくなるものの、テレフォンカードが使えることなんていうことは全くなく、あ、で、弁当店でもらった金ピカのテレフォンカードだけは手放さなければよかったと後悔しています。へえ、あ、結構レアだったんですね。でもさ、うん、このぐらいの年になると、うん、コレクションはまあなんとなくもうどっちでもよくなってくるな。そう、なんとなく、うん、だってすごい山根さん持ってるでしょ。コレクションっていうかたまたま増えたんだけど、もう本当、うん、物持ちがいいからね。豊かカードもあったんでしょ。でもなんかその番組の、だから番組のその昔ね、うん、熱血とかもあったの。熱血はなかったですね。熱血のクオカード、うん、いや熱血クオカード作ってたかな。あの、プラスワン山口というあのニュース番組、うん、あそこにあの僕も載せてもらってました。それを例えばお袋とかに送ったりさ、送りましたね。あ、すぐ使ってましたね。だから嫌なのが僕の頭に穴が開くわけですよ。いいじゃないですか。あのおでこぐらいの穴だらけっていう。